どうもトラです。本日はですね、インデザインについてを紹介していきたいと思います。今までの設計課題ではインデザイン使わずに基本的にいられでページ画数が少なかったので済んでたと思うんですが、今回からですね、ポートフォリオや、多くの枚数を使う、製本とかするときに必要になってくるインデザインについて簡単に説明していきたいなと思います。で、今回はですね、その製本までの流れ、簡単な動きを、紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずはじめに用紙設定ですね。用紙設定はファイルからいきます。ファイルから新規でドキュメントに行きます。するとこのようなページになります。多分インデザイン開いた時にも同じようなページが出てくると思うので、そこからでも大丈夫です。そしたら印刷というところからページを選択します。基本的に製本する場合は A4 か A3 サイズになると思います。大きい場合は A2 とかになると思うんですが、それは自分の好みで選んでください。で、そしたら、今回は A4 の次、枚数ですね。枚数も自分の任意の枚数を選ぶようにしてください。今回は、21枚ぐらいにしておきましょう。ここは、今回は適当に打っておきます。そしたら次に、方向と閉じ方の選択ですね。ここの青が選択されているのが、縦方向と、今こっちは見開きの右閉じになってます。自分の好みでそれも合わせてください。多分ここからもうすでに自分のデザインが反映されてくるものになってくると思うので、自分のやりたい方で選択してください。今回は縦で、閉じ方は左閉じの方にします。そして見開きページを選択した状態のままにして、次に行きます。そしたら、だいたい設定がこれで、終わったら、次マージン段組というところをクリックしていきます。はい、するとこんなページが出てきます。ここではマージンと段組を設定するんですが、これは後ほど選択、設定ができるのでそのまま、進みます。はい、するとこんな感じでページが出てきますね。先ほどのマージン段組というのは印刷時の余白設定のことで、印刷時に端の方がずれてしまうことを軽減するために選択しています。なので、多めに取ることをお勧めしますね。最低でも、5ミリ以上取るといいと思います。おすすめは10ミリ以上、10ミリ、15ミリぐらいが、おすすめです。そのマージン段組っていうのも、自分のデザインと合わせて設定するといいかなと思います。次にウィンドウを開いてください。ここから、自分の表示したいウィンドウが出てきます。チェックがついてこんな感じで出てきます。でこれをこっちに持ってくると、ここにその自分がチェックしてあるものが一覧となってここに出てきます。でページを一度選択します。ページ見るとこんな感じで、その配列が出てくるんですが、基本的に1枚目が表紙のページ、2枚目が裏表紙で、3枚目が目次といった感じで進めていくような感じになってます。これをダブルクリックするとそのページに飛べるので、それは活用していくといいかなと思います。で基本的にザーッといって内容が書いてあって、最終的に最後、今これ21番が、2枚並びになってるんですが、プラス1枚してあげて、でページの挿入をここにできます。これすると1枚増えるんですが、これが最後の裏表紙になるので、はい。で大きくいられと違うところはやはりこのページの並び方ですね。2枚綴りで並んでくるの、見開きページとして表示されるのが大きないられとの違いになるかなと思います。次に文字と画像の入れ方を説明していきたいなと思います。文字と画像は基本的にいられフォトショップと同じような感じなので、アドビのソフトを使っている方は簡単にできるかなと思います。まずはじめに文字の方を紹介していきますね。文字はここにあるテキストツールを使っていきます。普通にクリックすると、ここに文字が出てくるので文字の枠が出てきます。ここに文字を打ち込んでいくと文字が打てます。文字のサイズなどは上に表記されているので、そこから選択して、各自自分のサイズに合わせて文字を打っていきます。で今ここが横文字になってます。横書きになってるんですが、ここを、右クリックしていくとこう表示されるので、ここで縦を選んでいけば、縦の文字を打つこともできます。はい、こんな感じですね。ローマ字だと、横、ひらがなであれば縦で、しっかり表示されるようになります。
はい、そんな感じですね。基本的に、使いたいその作業するために必要なツールバーは左側、表示するときに必要になってくるウィンドウは右側に出てきます。これを交互に使う感じなので、いられと同じような感じになってます。次に画像の配置について紹介していきます。画像の配置は、いられと同様、ここのファイルの中から配置を選んでいきます。するとファイルが出てくるので、ここから自分が入れたい画像を選んでいきます。今回はこのパースを入れていきます。はい、するとこうやってカーソルと画像が一緒になったものが出てくるので、好きな場所をクリックしていきます。はい、するとこんな感じで、元々の画像のサイズと同じサイズのものがここに表示されます。大きすぎるのと今こんな感じでね、はみ出しちゃってますが、まあ、こんな感じになります。画像を配置すると、青い枠と、それとプラスしてもう一個別の、赤枠が出てきます。この2つそれぞれ別々の意味があって、青い方は画像サイズを、そのままの状態で、トリミングすることができます。こんな感じですね。そして、赤枠になると画像のサイズを変更することができます。こんな感じで変更できます。なので図面とか配置する場合はこの赤い枠なるべく触らないようにするのが、まあ、セオリーかなと思います。コントロール Z で、バックします。はい、で画像サイズを変更する場合は、この画像を右クリックしていくと変形というものが出てきます。ここで拡大縮小あるのでこれをクリックします。スケールをリンクした状態で 50% とかにすると、このように青い枠そして赤い枠同時に 50% 縮小することができるので、表示する画角を変えずにそのままサイズを変更することができます。これを使いながら図面の拡大縮小をやるといいかなと思います。あとはレイヤーやカラーなどはあるんですが、基本的にフォトショップイラストレーターと同じになります。レイヤーは基本的に文字と画像とあとは背景、この3つでレイヤーを作っていくといいかなと思います。このようにファイルがあるので、その中にそれぞれ入れていくと、それぞれのオブジェクトを管理しやすいかなと思います。線やカラーなどはフォトショップイラストレーターとあまり変わらないので、省略していきたいなと思います。次に書き出しですね。書き出しは、このファイルの中からここの書き出しというものがあるので、これを選択していきます。選択するとこのように、ファイル名と PDF のものが出てくるので、そのまま保存するとファイルになります。まあ、このようにやっていくんですが、この保存した時に後に出てくるのが、このようなページになってきます。これでは、書き出しプリセットっていうのがあるんですけど、ここでまず、簡単にファイルの圧縮ができます。なので、自分のファイルのサイズが大きかったりする場合は、ここで無理やりやることができます。あまりおすすめはしません。あとはここの圧縮っていうものがあるので、ダウンサンプルしないっていうものもいろいろあるので、ここでサイズをリサイズすることができます。ここでの圧縮っていうのは最終調整になるので、画像自体のサイズをあらかじめ小さくして配置することをまずお勧めします。なので先ほどの僕のように画像が大きすぎてしまうと、いずれこのファイルの量が大きくなってしまうので、あまりお勧めはしません。なので画像を小さくしておくといいと思います。画像が大きすぎてデータが最終的に大きくなってしまうと、提出とかデータ提出があると思うんですけど、その際にも困りますし、あとは印刷の時にも多くの時間をかかってしまうので、あまりよろしくないなと思います。なのでそこの管理もしっかりするといいかなと思います。最終的にこのような操作をやって成立すると、まあ、こんな感じに僕の、まあ、ポートフォリオの一部なんですが、図面と文字と成立させた状態で、一面こう配置することができます。まあ、このような感じで配置すると、まあ、見栄えもいいし、綺麗に収まるかなと思うので、ぜひやってみてください。細かいことはあまり僕も知りきれてないので、おいおい学んだことを共有していきたいなと思います。はい、まあ、最後にポートフォリオを作るときに意識した方がいいことを2つあるのでちょっと話していきます。1つはテーマカラーの設定と、2つ目がレイアウトです。この2つを統一することによって、どんなに違うデザインの設計でも統一感を持って提案することができると思います。色はトーンを揃えて、でレイアウトは余白を大事に取ることによってデザインをすると、
いいポートフォリオができるかなと思うので、ぜひやってみてください。そんなところで今回はインデザインの紹介をしてきましたが、ここら辺で今回は終わりにしていきたいと思います。では次回お会いしましょう。バイ。